い、どうもこんにちは、岩下スティーバンです。さあ、今回はポップアップパレードのフィギュアを一気に3体紹介。ご存知でしょうか、サイバーパンクエッジランナーズ。サムネ見て知らないキャラクターのフィギュア紹介をどんだけの人が見るかわかんないけど、一応知らない人のために作品を軽く紹介。ネットフリックス限定で配信されてるアニメ作品なんですけど、元になってるのはこれですね。サイバーパンク2077っていうゲーム。だいぶ技術が発展した世界のお話で、巨大な街ナイトシティを舞台にいろんなことをするっていうやつ。自由度が高くて治安が悪いっていうなかなか楽しいゲームなんですけど、この世界観を元にしたアニメがサイバーパンクエッジランナーズ。舞台は同じなんだけど、ゲームとはもう全然違う内容で、エッジランナーズっていうチームを中心としたお話。ネットフリックス配信で全10話。アニメを作ってるのは最近ダンジョン飯もやっていたトリガーが作ってるから、もう間違いなし。僕も大ハマりしましたね。ネトフリ入っていてまだ見ていない人はぜひ。一応あくまで今回フィギュアの造形を見るっていう感じなんで、内容に関してはそこまでがっつりではないけど、まあ、ちょっと話すぐらいだと思います。サイバーパンクのイメージカラーが黄色なんで、服の方も珍しく黄色っぽい明るい感じで、まあ、着てる服に関してはこれ以降見えなくなるんだけどね。というわけで、まずは軽く今回紹介する3体。真ん中、主人公の少年デイビッド・マルティネス。ポッパレはもうパッケージからちゃんと顔が見やすくなっていていいね。そしてこちらがヒロインのルーシー。そして3体目、エッジランナーズのメンバーのレベッカも結構人気キャラクター。といった3体を紹介していきましょう。ってことで、まずはデイビッド。全身が見えるクリアパッケージに包まれていて、背景の方もだいぶサイバーパンクっぽいね。裏側もだいぶシンプルだけどサイバーパンクよ。それじゃあ早速中身見ていきましょう。デイビッド、ずー、本体の前に背景、まあまあ普通にビル群っていう感じかな。多分未来都市のビルが背景になってる。これ自体もなんかディスプレイとして使えそう。ほんじゃよいしょ、デイビッド本体だ。そっか、ポッパレこの凸ピンタイプか。丸型台座がついていて、足裏凸ピンタイプ。台座なしで飾れた意味としては、こういう凸ピン邪魔なんだよな。かといってちょん切るのもなんか心苦しいし。しゃあね、台座につけて固定で、付属品で、あ、これ武器名称知らねえないと、ハンドガンが入っている。それっぽい形をしている右手に持たせれば、はい、デイビッドの完成。立ち姿といい、このパキッとした感じのカラーリングいいな。だいぶ劇中イメージ通りのシルエット。まず顔の方、だいぶファンキーな髪型、目つきもなんとなく不満げな表情。髪の毛のこの先端のボリュームがいいな。横の方は刈り上げていて、ラインのように反り込みが入ってる。で、これは襟でまあまあ隠れちゃってるけど、首のところにちゃんとコネクタがついてる。サイバーパンクはもう人体改造当たり前の世界ですからね。首にコネクタなんてついてるのはもう当たり前で、さらにうなじのあたりにもガンメタの機械がちらっと見えてるね。これも外付け装備のサイバーウェアってやつで、サンデビスタンという物語の中でもキーアイテム。仮面ライダー好きな人だったら一発でも伝わると思うけど、クロックアップができるような機械。だいぶ影になっていて見えにくいところもしっかりメカ造形が入ってる。で、上半身はかなりダボっとしているジャケット。この黄色いジャケットに関しては救急隊員のものなんだけど、別にデイビッドは救急隊員ではない。まあでもとある理由から日常的にこれを着ていますね。いいね、この腕周りとかちょっとなんかカクついたようなシワ造形。黄色の中に立体的なグレーのライン。襟の裏のところがブルーになってるんだけど、ここは本来発光する。未来の服だからそれはもう発光ぐらいするよね。インナーブラックで、首から金のペンダントをぶら下げてる。で、右手には付属品のハンドガンを握ってる。ハンドガンもなかなか未来って感じの形状。で、ぐるっと後ろを向くと緑ででっかいマーク。これがデイビッドが所属してるエッジランナーズのマーク。上が E で下が R、 エッジランナーズ。こういうマークもかっこいいし、背中のシワ造形もいいね。肩から襟にかけてケーブルのラインがつながっていて、これのおかげで光るのかなっていう感じがする。裾なんかもおそらくケーブルが張り巡らされてるね。で、下半身はブルーのズボンで、これもまあ結構ダボっとしている。きっちりしていないところがだいぶアウトローな印象。腰からグリーンのケーブルがぶら下がっていて、ちゃんとこれ服の隙間のところも造形されてる。見えないところだけど向こうにケーブルがつながってる。まあズボンに関してはほとんどジャージみたいなもんだね。足首までまくっていて、ここのダボっとしたシワ造形がまたいいね。で、靴の方もだいぶごっつくて、まあどことなく未来的。劇中どうだったかな、なんかここのベロの部分とかブルーのところ光りそうだな。未来の服だからなんかいろんなところが光りそう。ピンがつきながら足の裏の滑り止めなんかも造形されてる。というわけで、以上主人公のデイビッドでした。続きまして、ヒロインのルーシー。箱に関してはデイビッドより小さいね。ポーズがだいぶスラッとシンプルだからね。今回紹介する中では一番小柄の箱だけど、まあデザイン的にはここの色がちょっと違うぐらい。
イメージカラーがちょっと違うぐらいか。ほんじゃも早速中身を見ていきましょう。ルーシーは、フルネームは知らない。劇中でフルネーム出てる方が少ないからね。よっと、はいはいはい、スタイリッシュ。変わらず足裏凸ピンで台座につけて、指に付属品のちっちゃい、あと袋に入ってるから証拠品みたい。めっちゃ細いタバコを指の間に挟めば、はい、ルーシーの完成です。タバコパーツなくさないように気をつけなきゃな。いやー、ルーシーはほんとすげー格好してるよな。今の日本でこの人歩いてたらもうみんな振り返ると思うけど、サイバーパンクの世界ではもうこのくらいは普通か。デイビッドと打って変わってすごいピッチリした格好。とりあえずまあスタイリッシュな格好してますね。立ち姿なんかもしなやかで余裕のある感じ。タバコ持って腰に手を当てて片足を曲げている。ってことでお顔の方なかなかの色白。表情の方はだいぶ余裕のある感じで微笑んでる。口紅赤くてまあなんかメイクの感じなんかもすごい独特だね。下三角みたいな感じの赤いアイライン。瞳も青から黄色のグラデーション。眉毛はブルー。髪色なんかもなんだろう、虹色みたいな。薄紫、水色、緑、黄色、オレンジ。境目がすごいくっきりしている。左の方が長めで右が短め。おでこのあたりに刈り上げてるみたいなことなのかな。首の角度もなんともセクシーでいいね。で、ぐるっと後ろ、まあ、やっぱりなんか刈り上げてんのかな。スタイリッシュワカメちゃんみたいな。髪の毛でちょっと見えにくくなってるけど、ルーシーにもコネクタがついてる。もうみんな大体デバイス持たず脳内になんか直接電話がかかってくるみたいな感じだからね。で、上半身、これほんとどういう服なんだろうな。インナーが上下のつなぎでなんかスクール水着的な。その上から丈が短め、オフショルのなんだろう、ジャケットを着ている。インナーがだいぶ光沢あって、いいね。光の反射でシワ造形なんかも際立ってる。服の方もなんか機械的なものがあったり、肩の方もそもそも多分これ機械だね。標準的な人体にはついていない分割のラインが入ってるから。で、さっき多分ちょっと持たせる向き間違えていたと思うけど、手には黒いタバコを持っていて、赤くなってるところがまあ火だろうね。袖と手首のところにもこれまたコネクターみたいなものがあって、作中でなんかこっからケーブルを伸ばしていたような気がする。腰に手を当てていて、この引っ張られるようなシワ造形も素晴らしい。服は一体どうやってついてんだろうな。で、ぐるっと後ろ姿もこの隙間がいいね。背中の筋のところの隙間がよく見える。で、腰回りこの反り方がいいな。そしてこの脇腹がざっくり見えてるようなデザインも素晴らしい。腰にはベルトを巻いていて、なんかホルダーがついてる。これなんだったかな、弾薬か普通にタバコが入ってるか。必要最低限の荷物だわ。で、これまた腰のところがえぐれてるパンツを履いていて、ただこれパンツに関してはインナーが上からかぶさってるから、どういう構造なんだろう。構造はよくわかんないけど、まあ色合い的にこの上下の揃いなんだろうな。足の方はグレーでスラッと美しい形になっていて、サイドがざっくり開いてるから、まあ多分こういうタイツなんだろうな。で、膝から下、これジャンル的には何なんだろう、ブーツかな。膝からすねにかけてだいぶぴったりフィットしている何か。溝に赤いラインが入っていて、この辺もだいぶかっこいいけどね。ツヤの感じもテカテカしすぎていない半光沢っていうバランスがいいな。黒よりはネイビーに近い感じで、この赤いラインがまたいい感じのアクセント。靴はこれどうなんだろうな、一体化してんのかな。かかとんところも光りそうでかっこいいわ。で、足の裏間わずかに造形は入ってるかなぐらい。というわけでルーシーの造形も以上です。さあ、そして最後はレベッカ。箱のサイズに関してはデイビッドと同じぐらいかな。もうすぐさま開けましょう。レベッカ、よっと。レベッカに関しても最初から武器は持ってるんだけども備え付け。特に後から持たせる必要はない。台座に接続すれば、はい、すぐさま完成。これあれだね、両腕上げてるから顔のサイドのところが結構影になりやすいかも。ちょっと正面から光を当てる必要がある。レベッカはだいぶダイナミックなポーズ。顔からして結構改造してるんだろうね。肌が水色で、瞳の方もすごい色。赤と緑の絶対機械の目。デザイン的には結構幼い感じで。性格もどっちかって言ったらアッパー系。ルーシーはどっちかって言ったらダウナー。まあ結構テンション上がってるところもあるけど、クールで大人っぽいルーシーとは真逆のキャラクター。あんまり詳しくは言わないけど、このレベッカもね、いいキャラクターなんですよ。口を軽く開けていて、目の下のところにも機械的なライン。髪の毛はグリーンで、頭になんか機械をつけてるね。ヘッドホンでもないような光沢のある何かをつけてる。髪の毛は真ん中分けになっていて、ツインテール、ツインテールが躍動していて、髪の流れもあるね。後ろ姿だけ見たら初音ミクに見えなくもないかも。で、上半身だいぶダボっとしているネイビーの服。
ところどころ軽くシャドウなんかも吹かれてる。インナーらしいインナーはほぼ着ていないかな。おそらくサイバーパンク世界の下着が見えてるような状態。青い肌に首んところにピンクのタトゥーのようなものが入ってる。襟がでっかくて胸のあたりになんか光沢の機械的な造形。布の中に突然メカメカしいものがついてるっていうのはいいな。パーカーのような感じでお腹のところにポケットもついてる。裾は蛍光グリーンのライン。ダボっとした袖で両腕を上げていて、だいぶカラフルな二丁拳銃。配色が逆転してるピンクとグリーンのハンドガン。一見おもちゃのような銃もしっかり造形。ぐるっと後ろの方、襟だったり背中のところにもなんかツヤのあるメカ。背中のところもダボっとしていて、ここのシワ造形がまた素晴らしい。結構わかりやすくシャドウなんかも吹かれてる。で、大きく足を開いてる下半身。いい形をしていてちゃんと履いています。あ、履いてるとは言ったものの、ほぼパンツだなこれ。で、もものところには首のような感じでピンクのなんだろうタトゥーかな。なんだろうこれ、なんか文字書いてあんのかな。なんか文字なんだろうけど、なんて書いてあるかはわからん。で、靴の方はなんか小さくて可愛いね。ネイビーとグリーンでベロのところがだいぶでっかい。デイビッドほどでっかい靴は履いていない。おっとすいません、しっかり後ろからも足を見ておこう。いい足をしてらっしゃる。というわけでレベッカの造形も以上です。とまあ一通り紹介してきたんだけど、最後にこれがやりたかった。両サイドから色付きのライトを当てるやつ。エッジランナーズのアニメの中では結構あのライティングが印象的でね、ナイトシティのきらびやかな街の中のイメージでこう色付きのライト当ててるのかなっていう感じなんだけど、とても印象的だったんで、このライティングはぜひやりたかったね。紫と緑のライト、どっちか片方にしといて、まあそれっぽいな。片側色付きライトもいいな。続いてルーシー、なんか緑の光の方が目立ってるかな。紫のライトを当ててるんだけどね、服のツヤの部分で色を拾っていていいな。向き変えればまあ紫の影響もちょっとは出てるかな。今度は緑の方をなくしてみたら、結構なんか紫っぽい色は馴染んじゃうんだな。そしてレベッカの方は結構服に色の違いが出やすいね。しっかり紫緑っていう風に分かれてる。持ってる銃に関してもちょうど左右で色が違うからね。そして案の定やっぱり顔に影が落ちやすいね。この後写真撮るけどライティング難しそう。とりあえず色付きの光が当てられて満足。はっはっは。おかげさまで11周年。はい、そんなわけで今回はサイバーパンクエッジランナーズよりポップアップパレードのデイビッド、ルーシー、レベッカ3体の紹介でしたが、いかがだったでしょうか。作中のイメージ通りでなかなか完成度高いね。この中で言ったら多分レベッカが一番グッズ出てると思うけど、現状リアル闘神のフィギュアってのもなかなか貴重だからね。アニメの配信からはまあまあ日が経ってるんだけど、出してくれて感謝。また久々に一周したくなってきたな。そんな感じでフィギュアの出来はなかなか良かったんだけど、やっぱりこの台座がな、暗くてあんまり見えてないけど、円形の台座で足の裏に凸ピンがついてるタイプ、これがまあ良くない。その受けでこう横並びにした時にあまりこう距離詰めらんないから、この縮めらんない距離感がなんとも嫌だな。飾る時の自由度が損なわれちゃうから、やっぱり僕は足裏凸ピン好きじゃないわ。とは言いつつフィギュアの出来自体は良かったんで満足しています。一応今回そんなネタバレじみたことは言ってこなかったんで、デザイン入りでもいいからまだサイバーパンクエッジランナーズ見ていない方はどうかご覧ください。ちなみに一番好きな挿入歌、 I really want to stay at your house、 この曲アニメのために作ったんじゃなくてゲームにもともと入っていたのを引っ張ってきたっていうのがすごいよなとか、いろいろ感想なんかもあるんだけど、とりあえずこの辺にしておきましょう。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。